戻るぜ。一気に戻るぜ。ここまで戻んなくてもいいはいいんだけども、俺はもう最初からやり直す。そうやって無駄に、無駄ではないな、いろいろ重ねていく。俺はどうもお前を信用できない。なんとなくだがな、お前を信頼できるかは今後の行い次第だ。じゃあちょっとプレゼントを渡そう。そうだな、クソまずいポーションとかどうだい。マイナス99、大変だ。あれ？ん？別にもう驚かんわ。なるほど、2回目だとこうなるのか。あなた優しいのね。え、展開早くない？なんかそういう面白いな。なんてこと、ありえない。サクッと倒しちゃった。いいねいいね、やったね。増えた宝箱出現率異常昇。お、いいね。農業獲得金額、農業のか、これは戦闘の獲得金額ってことだね。現在命中上がるやつだけども、宝箱出現、こっちにしとこう。ここを解放してみようか。1万ゴールドで、天使の洞窟、洞穴か。おっと、あー、こんなにいっぱい敵も強くなってる。ころか色違いとか、これはなんだ、キツネかフォックスか。こっちはなんだろうな、タヌキかな。キツネとタヌキ、赤いキツネと緑のタヌキかと思いきや、茶色かったり赤かったり、なんでこった。で、ここのボスが多分もう一つの過去のやつでしょう。天使のなんちゃらってあったからね。お、ここはモンハウ的なあれか。となると、おっと、まずいまずいまずい。おー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 おおお、危なかったー。ふう、まずいまずいです。あ、何回かここまでは来たんだけどね、ここで囲まれてやられちゃうっていうのが何回かあって、実はこれ3回目ぐらいのモンハウチャレンジ。ふう、お、まだいる。バンバン撃つことはできるけど、当たらなかったりその間に数発食らっちゃうわけで、こっちはやられるからな。ここを超えればボスなんじゃないのか。で、レベルが上がったんでスキルいじっとこう。ほとんどね、パッシブのこれを上げてた。 MP 上げーの、魔力上げーの、そして精神力を上げると。これはね、そう、消費 MP 下げられるけど、この職業でのみのやつだから、パッシブだったらね、全職業共通になるから、これ自力上げることができるから、これはいいと思う。ここら辺の魔法もね、使いたいんだけど、とりあえずパッシブのあれを優先してた。セーブ完了。あと1時間でどうにかなるか。そして天使、いや、頼みたいことがあってきた。分かってるよ、勇者への祝福を止めてほしいんだろ。君は300年前から召喚されたばかりで、魔王城に来る勇者を倒したいから。そこまで。天使は全知全能とまではいかないけど、まあだいたい大まかに基本ほとんどのことは知ってるからね。君の肌年齢すら知ってるよ。なんだと？俺でも知らない情報。ほら、この毛穴のとこ見てごらん。な、こんな乾燥してるなんて。だがそれなら話は早い。今ここで祝福を止めてくれ。でもまあ勇者と約束しちゃったしな。それを破るのも天使の掟に反する。君が力で屈服させて無理やり解いたというのならいいんだけど。結局戦うのかよ。まあ300年越しの力がいかほどのものか、僕としても気になるしね。さあ行くよ。倒せるかな。うぐー、いきなり開幕。お、なんだ、モグラ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 ドリュー、モグラモグラドコモコモコモコ。わあ、お前ずるいぞ。これはちょっと読めない。危ない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 。なんだよこいつ、
ひどい、ひどい。ちょっと条例違反。当たらないし。これどうしたらいいんだ。あ、危ね。とにかく避け回ってれば、出現地点に運悪くいなければ、なんとかなるか。もうぐるぐる回ってるか。しかし、敵のライフゲージの減りようが。まずいぞ。このままじゃ。このままじゃまずい。勇者が来ちゃう。それともイベント中はこっちが優先されて、勇者はちょっと待っててくれるのかな。0時0分のままで止まっててくれるか。それ以前にこいつ倒せるか。うん、きついなこれ。勇者来ちゃったー。なんてこったー。勇者の多くの強化は解除されたみたいなので、完璧というわけではいけませんでしたが、倒せる可能性もありますと。無理っしょ。はーい、魔王です。ここら辺で使えたりするかな。もう機関の書とか無理だよね。そして今は使えません。やっぱ隣接しないと無理か。これでほうれん草じゃない、2個あるで、おっ、ちょっとダメージ通った。もしや回避率がめちゃめちゃ高いのか。天女じゃない、天使のあれがあるから。もう当たらねえ、当たらねえ。前線虚しく。またバグを見つけてしまいましたか、もしかして。どうしよっか。試しに変なとこ入ってみる。これでさすがに魔王城に戻ったら、おや、すやーすやーすやー、こんにちは。もう時間がないですよと。で、こんばんは。話す。もう時間ないですよ。ちょっと待ってください。進行不能になったが、まあ戻ればいいんだけど、どうしたらいいんだ。みんなどこいる。みんな適当に散らばってるか。これはどうしたらいいもんか。もうあれかな、戻るか。お、増えた。無敵時間2秒延長。なるほどね。とりあえず現時点のままで。で、まだいる。当たらない。で、この0時0分のまんまダンジョンに入り浸ってスヤーして回復してで育てるっていう技も使えると思うんだけども、それはちょっとゲームシステムとは違うあれなんで、また戻りましょうか。この集会では魔物たちとの仲を良くしよう、親密になっていこう。まあ強さはね、そのうちでいいや。そろそろこのゲームのもう一つの肝である、これごめん、仲良くなる、これをやっていきたいね。で、渡すとかで、牛だからなんだろうね、牛乳とかあげたら怒られるかな。もう角、何かあげたっけ今までで。なんかあるかな。とりあえず牛乳あげてみよう。でも牛乳はスケルトンの好きなものだから、多分こいつが好きっていう、こいつも好きってことはそうはないだろう。よりにもよって牛乳とはセクハラよ。集中。渡す。ゴーレムだから
石系好きかな。これ石系あげるとまたセクハラでごわすとか言われるかな。銅鉱石、鉄鉱石、鉄あたりとかあげてみる。クレーでごわすか。あー、なんもなかったか。お、あー5か。じゃあもっといいのが結晶あれかな。こっちあげたら、あーダメか。あ、もしかして今消費されてる。あー、よかったよかった、受け取ってもらってない。よかったよかった。じゃあこの時間経過によるタイミングごとなんだね、渡せるのも。こんな時間に桃太郎っておかしくね。何が。そしてHP 減ってる状態だからすごくおどろおどろした画面でこんなほんわか BGM。 鬼って人間から強奪して生計立ててるだろう。そうだな。でも鬼ヶ島って離島じゃん。まあな。ということは鬼たちはイカダとか作って恋で渡ってるってこと。なんかイメージ違くね。シュールすぎるだろう。泳げるんじゃね。青鬼とか泳げそうだけど赤鬼とか泳げなさそうじゃね。属性的な。しかも鬼って金棒持ってるじゃん。あれ重そうだし沈むだろう。意外と軽いんじゃね。ビート板みたいな感じで発泡スチロールとかで作ってあるのかな。お、なるほど。それなら赤鬼でも渡れそうだな。でもなんかそれすごく嫌だな。ビート板担いで強奪する鬼って。そもそもそのコンボはもはや持ってる意味ある。殴った方が強いだろう。なら現地調達なんじゃね。というと人里でコンボを奪ってそれで襲う。いや鬼どんだけ行き当たりばったりなんだよ。そもそも一般家庭にコンボってなかなかねえよ。じゃあ鬼サイドのコンボ職人がいるんだろう。それで渡ってからそいつに作ってもらう。そいつの仕事大変だな。そいつ半端ねえな。鬼退治よりそいつ先になんとかしろよ。難しいな。じゃあさ、鬼ヶ島の周り実はすごい浅いんじゃないの。桃太郎船で渡ってたのに。多分凄まじい金槌なんだよ。きびだんごを食べて超人的な力を手にした反動で泳げなくなったとか。何それ、桃桃の実とか食ったのか。その桃太郎海賊王でも目指しそうだな。でもそれで矛盾ないぞ。鬼ヶ島の周りは水深30センチくらいしかなくて鬼たちは膝まで海に浸かりながら渡っていた。金槌の桃太郎は船底をゴリゴリ言わせながら漕いで渡っていたと。そうだな、納得したわ。つまり桃太郎は海賊王ということだな。なるほど。お前何にも分かってねえじゃん。えい、ごめん。みんなが起きてくるまでちょっとレベル上げとかしてたんだけども、どうせだったらこのまだやってないこういうので、でそうそう、まず先にこれ話そう。そう、転職すると回復ができるっていうね。だから宿屋に泊まる必要は全くないんじゃないかっていう。時間を早めたい時だけだね。でもってこっちのパッシブを防御力上げるとかだね。これは技オリジナルはねそんなに上げなくていいかな。まずは便利は便利だけど、まずはパッシブを上げるだけ上げて他の職業にも反映できるようにっていうことで。なんか持ってるかな、槍系か。ボウジェ、烈空のボウジェ、かっこいいな。不思議な竹槍、飲まされて経験値上昇か。経験値上昇中。まあ威力でこっちをとりあえずつけとこうかな。お、地元で話題のスクトゥムを合成で作ってきてほしい。これは鍛冶屋で作れるのかな。結構ねゴブリンのスキルっていうかクエストとかどんどん現れて、で鉄くずとかも渡したりいろいろしたんで、今ね住民ゴブリンだけもう好感度が51と。まだ会ってすらいいないやつもいるのに。お、立ち話中かい。だんだん暖かくなってきましたね。私の実家の方はもうすでに春に差し掛かってるらしいですよ。春に差し掛かってる。春に差し掛かってるです。鹿なんて買いませんよ。買うにしてもなんで春だけなんですか。すまない、聞き間違えた。それで私花粉症なので春は嫌いなんですよね。現に今も鼻かみたいですし。裸みたい。鼻かみたいです。裸なんて見たくありませんよ。え、なんで。いや骨を言えばみたいですか。今突然そんな発言するわけないじゃないですか。俺じゃないんだし。すまない、聞き間違えた。なんせ耳が腐っているものでな。
身体的なことを言われたら少し攻めづらいですね。攻めない？それはさすがにわざとやってるでしょう。死神だっけ、死が好きとかでトマトで代用するどっちだっけ。これ好きなんですよ、トマトみたいな味がして。これか、なるほどね。こういうことってあるんだ。これ柱、ここが通り抜けられるようにしておかないと。だよね、だって通り抜けられるところがないもんので帰ります。おお、ありがとう。でこれはまああれを作んないとだね、鍛冶屋を。タイが好き言ってたね、鉄くず。うんうん、装備屋を経営していると。肌の色は汚れてるわけではないと。なるほどね、金属っぽい装備品が好き。渡すの金属製。お、金属っぽい装備品だ。おお、やったね。牛乳飲むかい。牛乳に相談だ。そしてオッケーオッケー、やったね。さらにつ、うん、追加でクエスト、やったね。名もなき花持ってるかな。お、ある。部屋が晴れやかになるぜ。ほうほう。お、勇者討伐頑張ってくれよ。お、仲良くなった、やったね。またクエストが発生した。ラバルコの最奥地にとかに幻の鳥。あれかな、さっきっていうかだいぶ前だけど、黒い鳥とか。メタルチキン、あれか。1しか食らわなかったもんね。お、凄まじい防御力な上に敵を見つけたらすぐ逃げる。連続攻撃、追加攻撃のあれかな、それかシュ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 とやるとか。ほんとメタルスライム的なやつだな。竹アリを食べてみたら意外と美味しいかもしれないわ。おお。でこれでいろいろ種類があるから、うん、竹アリなんか錆びたやつとかでねえか、ショートスピアか。じゃあこの不思議な竹槍、飲まされて。やったぜ。お、ほうれん草の種。ほうれん草持ってんじゃないか俺。よしよしよし、話す。お、私のプロフィールよ、やったね。牛は4個の胃を持っているらしいわよ。もう半数するんだっけ。おろろろろろ。でちょっと見てみよう、手帳の図鑑。住民ミノコ、露店を経営する魔物、性別はメス、好感度63と牛乳はセクハラになっちゃうと。大嫌いだったのか。可愛い装備品が好きと。そうそうそう、お姉系だから試しにあげてみたわけよ、小悪魔系なんちゃらとか。あ、しまった。でもそうするとレベルっていうか好感度が結構プラスされた。出ないか。でもね、ここでね釣りができるんですよ。ここでしか手に入らないやつもいるらしい。デビルサーモン来た。でもって釣りの経験値はこの行って戻ってくるやつで、戻ってくる、あー、行きの時にやった方が経験値が多いと。ジャストガード、そう、ガードができるんだよこのゲーム。ただそれをほとんど癖でやってなかった。これ私の好物なのが乗っている、やったぜ。装備品でいいから食べられそうなあれだね。こっちからとダメか。あったね、なんかもうあげちゃったやつかな。あった、食べられるプラント棒。確かにこの装備は食べられる、やったぜ。そして幻想的な魔力の結晶持ってるかな、錬金で。なるほど、
老鉱石。鉱物でごわす。さっきあげられたね。鉄鉄か。お、いいねいいね。そろそろ、お、情報きたきたきた。これが金鉱石、銅鉱石。ふむふむ。硬すぎる体はハンマーで叩かれても無傷だが、心ない言葉を浴びせられると簡単に壊れる。で、これは見たやつか。ほうれん草が好き、布切れも好き。かっこいい装備品が好み。うんうん、結構集まってきたね。スライム。ゴブリンマックスいけんじゃないか。まだ1日目だし。お、ここら辺もいけるいけるいけるね。結構効率よく上げられてる。次は柔らかい羽持ってるよ。次は私の店で釣り屋や野菜の種を見つけたら。そうだね。うんうん、俳句アイテムは割高と。ねえな、でも素材系はね、買っとく。なんだろう、鉄くずであれ、わざわざ自分で取りに行くのめんどくさいからね。うん、ただ肉は高えな。新しい上級職、いろいろ出てるね。聖騎士、剣闘士、どっちで行こうかな。剣と槍、守備力に優れた。まずは順々に剣闘士行きましょう。パワーストライク、これはあれか、会食業でやったやつか。不意打ち、パッシブがやっぱ嬉しいね。見切り、ジャストフレームじゃない、ジャストガードの受付時間が上昇と。ジャストガードによるその回数によるその称号トロフィーのやつもあるっぽいね。でもってこれが技か。炎をまとった剣で思い切り切りつける。多分シャシャシャンのやつだな。なぎ払いはこれは騎士で覚えたやつだね。スライムはああ見えて俺と同じような炎のブレスを吐けるんだぜ。灼熱とかレベルが上がればいけるからな。へえ、そうやって循環してるんだ。羽衣、羽衣フーズ、何かあるかな。見やすくなってる。バージョンをね、 1.08 から 1.10 にバージョンアップしておきました。やったね、最高の料理。すげえの出てきた。古代文明の正装ロンギヌス、回信率 15% か。妖精のってなんだっけかな。これね、スピード速くて好きなんだよ。ドロップ率上昇。あー、そっちをつけとくのもいいけども、せっかくいいの出たからこれをつけとこう。剣闘士のパッシブはもう取れたし、したら次の行きましょう。聖騎士、なぎ払いで金運上昇、対空術、激鱗、ふんふん、一戦シパーンってあの進むやつかな。高速でプロテクション、これは欲しいね。やっぱパッシブをまず一通りやっといた方が次を進めるにあたり有利になるね。あいつにもよろしく言っといてってめっちゃ近いんだけど。クラゲか、持ってるかな。クラゲって釣れるものなのかって実際に釣れるんだから、ラバル湖の奥に行って取ってこよう。魔王城の城内地下にある決闘場は魔王軍内で起こったいざこざを閉鎖されてるんですよ。たまに開かれるけどな。私たち魔物は3時間程度寝れば大丈夫なんです。おお、あー、今日3時しか寝てないわー、かーつれーわーとか、2時間とか、実質1時間だか2時間だわーってやつだ。スライム手に入れた。燃えそうな装備品が好きと。うちに秘めたる野望は大きい。サーモン、クラゲが、ちょっとめんどくさいね、好きなもの。ネバネバ焼き、同類はダメと。
で、好感度99。来たね。じゃあ、これで、どこにある?使ってみるか。私でもなくなりません。他にも、お。ふんふん。あれ?どうやって使うんだ?今使ったよね。もう一回か?渡すとか。渡す。わかった。おー、ゾンビ。レベル0。そして2人いるよ、ゾンビ。ダウジングゾンビ。いいね、いいね。これで一緒に戦ってくれるってことか。で、好感度マックスになったってことは、トロフィーの実績も解除されたんじゃないのかな。ゾンビのトロフィー。通常攻撃ダメージ 50% 増。おー、いいじゃないの。今何つけてたっけ?宝箱か。つけちゃうか。せっかくだしな。ゾンビのトロフィー。アカデミーの先生に子供がどこからやってくるのか聞いたら、コウノトリが運んでくるって教えてもらえたんだ。そうだよ、マリオとルイージはコウノトリに運ばれてたよ。そのコウノトリの子供はどこから。ああ、そっから先はまだ現代の科学では解明されていない。なんと、私の夢なんだ。やったぜ。1万ゴールド。これは嬉しい。靴の注文。フェザーブーツ。図鑑の敵キャラ見てみよう。カラス。持ち帰ったゴミやハンガーで前衛的なオブジェを作って。よく遊んでると。ティキン。カメレオン。バレバレの色で隠れた木になっていることもよくある。にゃんこ。飼い猫っていうのか。にゃにゃん。カキと猫パンチしかない。なるほど。飼い犬。戦闘力はカス。野生の魂を完全に捨て去ったと。コウモリ。ヘビ。ふんふん。ピャピャ言ってるだけのしょうもない鳥。そんなこと言ってやるなよ。タヌキだったか、やっぱこれは。羊。魔物に盾つこうなど体腹いたし。牛。重くて攻撃しても吹っ飛ばない。なるほど。羊よりはちょっと攻撃的と。ヤギか。ヤギ怖えからな、最近の。最近のヤギは攻撃的だからな。馬か。狼。ほうほう。カワセミ。赤レオン。赤レオンと同じように炎の魔力を帯びて。ほう。一般人。どうしようもない類人猿。獲得アイテム書いてあるのは嬉しいね。これで、うん、ドロップ率を増やして、こやつを狙うとかね。盗賊なだけあって若干素早い。うんうん。これも人間だったのか。かぶり物してるけど。兵士。こいつなかなかめんどくさいんだよな。魔術師。ゴースト。スキルさえあれば何でも通ると。村長。一人倒しちゃった。これループしても村長出てこないからね。村長一人しか倒せないのかな。女神は2回倒してる。精霊とか。自分にかけるよ、確かに。ルマン城の王。この衛兵より強い王って。いや、王だからこそだよ。なるほどね。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など、最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックして、チャンネル登録をよろしくお願いします。携帯、スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃーん。